凡人だとイメージを持っていたら成功者にはなれない。僕も起業する前、ネットコンサル直って名乗ってですね。どうも、コンサルチャンネル横山直です。今回はですね、神田正則さんの非常識な成功法則からですね、アフターコロナでも非常識な成功を手に入れるための8つの法則のうちのですね、3つですね、自分にかける催眠術であったりとか、自分に都合のいい肩書きを持ちましょうであったりとかですね、非常識的情報獲得術ということで、この3つについてですね、マレーシアよりお話をしていければなと思っております。これからのコロナ時代でもですね、この神田正則さんのですね、非常識な成功法則めちゃめちゃ役に立ちますし、それをどういうふうに使っていけばいいかということをですね、解説していければなと思っております。で、今回の動画ですね、見ていただくだけでアフターコロナでも成功するための非常識な成功法則について学ぶことができます。この法則っていうのはですね、脳科学に基づいた成功法則ですのでですね、ぜひ知っていただきたいなと思います。あとはこの中でもですね、情報獲得術、このようにですね、すごく重要なので、これからのですね、時代にじゃあどうしていればいいかということも分かりますので、ぜひ見ていただければなと思っております。今回は第2の習慣ということですね。第2の習慣は何かというと、自分にかける催眠術という話なんですね。この自己催眠なんですが、その他人によって作られた記憶の回路をですね、もう一旦遮断して、その自分の都合のいいようにですね、その構築し直すというのが自己催眠なんですね。で、これをやるとですね、不安がなくなって自動的に目標に向かって進めるようになるというものです。このですね、目標設定するときにですね、現在形を使うと、私は何々になる、私は何とかできるとかですね、そういったところ、このポジティブな表現を繰り返していうことをアファメーションというようなことをするんですが、ワクワクするとかですね、そういったことをやることによって、ワクワクするようなアファメーション、私はこういうことをやる、私はこういうことができてるみたいな状態を作っていくと、すごい、ポジティブになるわけですね。で、これっていうのは、その右脳にですね、アクセスすることによってですね、潜在意識に命令をやってですね、インプットしやすくしていくというような、そういった方法です。ワクワクするですね、イメージをすることによって、自分自身のですね、そのセルフイメージですね、自分自身はこんなことができている、こういう状態だっていうことをですね、自分に言い聞かせるんですね。で、そういったところの自分にかかっている催眠術、例えば、いや、自分なんてできないとか、自分なんかダメなんじゃないかとか、自分なんか能力ないとか、そういったことですね、とか、なんか世界は楽しくないとかもそうかもしれませんし、これから世界は世の中やばいんじゃないかみたいな、そういったところですね。で、それを全部変えていきましょうということなんですね。そうじゃなくて、自分はこういうことが得意で、自分はこういうことができると、で、自分がこういうことで人に貢献できるしとかってですね、そういったできるっていう方向にですね、自分の催眠をかけていく、自分自身に催眠術をかけていく。で、多くの人はですね、特に日本人の場合はやっぱりいろんな人からですね、やっぱり謙遜があるじゃないですか。謙遜の世の中なので、なんかすごいですねって言って、いやいや、それほどでもない、それほどでもないとか、親からもですね、いや、なんか褒められた時に、いやいや、うちの子なんて大したことないんですよって言って、大したことないみたいなところが染みついちゃってるわけですね。で、そうじゃなくて、自分自身のですね、セルフイメージですね、自分の自己催眠を解いていく、変えていくということがすごく重要で、そのですね、自分のですね、その自己肯定感と呼ばれるものであったりとか、自己効力感とか、自分はできるんだとか、自分のことを肯定する、そういったですね、イメージを変えていくということがすごく重要なわけですね。で、これを神田さんは自己催眠というような言い方をしてるんですが、たくさんの人ですね、本当は能力があったりとか、いろんなことができるのに、それをですね、いろんな他者からの催眠術、他者からの、こういう、あなたはこうですよねっていうような規定概念でですね、言われちゃってるわけですね。で、それをもっとですね、自分は本当にこういうことができるんだというふうに変えていくということですね。で、それをイメージしてですね、ワクワクするですね。本当にもう全ては自分がですね、漫画の主人公になったようにですね、もう最終的にはいろんな問題があるけど、最終的にはうまくいくし、自分は最終的にはですね、コロナの問題とかいろんな影響はあるけど、最終的にはうまくいくんだと、そういうストーリーを持ってですね、それで自分がワクワクする未来ですね、それをイメージしていくっていうことがすごく、これ効果あるわけですね。ですから、そういったところで自己催眠していきましょうというところです。で、次にですね、第3の習慣について話をするんですが、第3の習慣はですね、自分に都合のいい肩書きを持ちましょうということなんですね。で、これもですね、自分は凡人だというイメージを持っていたらですね、成功者にはなれないわけなんですね。自分のなりたい自分になるために、その都合のいい肩書きっていうのを考えていくということですね。で、それによってですね、セルフイメージが変わっていくわけです。でもエネルギーもですね、どんどん出てきますし、今までのですね、その自分と変わるためにもですね、肩書きを作ってしまうと、外見変えるっていうのもすごい効果あるんですね。外見、もう服装から変えていくとかですね、もう髪型変えてみるとか、で、新たな自分をそって演出していくということなんですね。ですから、そういったところで、肩書き変えてみるということですね。なんとかの専門家とかですね、これの専門家なんだっていう自分を肩書きを変える。あとは、起業家とかですね、経営者なのかもしれないし、なんとかのコンサルタントなのかもしれませんし、なんか自分の肩書きをですね、こういう肩書きかっこいいなっていうのをもう先に名乗っちゃうんですね。ですから、僕も16年前、まだインターネットで起業する前ですね、ネットコンサル
ナオって名乗ってたんですね。インターネットのコンサルタントになりたかったんでネットコンサルって名乗ってたんです。でインターネットのコンサルやりたいなと思ってたんですけど、じゃあどうなったかっていうと、まあ、実際にできるようになってるわけですね。ですからそういったところで肩書き、自分を持つ肩書きを変えることができるわけじゃないですか。ですからそういったところで何か自分がこういう肩書きでいきたいなという肩書きを決めてですね、その肩書きに合う、まあ、言ったら格好とか服装を変えていくと実際自分自身も変わっていくんですね。ですからまあその生産性とかもそうですけど、服装によって実は生産性変わったりとかもします。であとは例えばお医者さんの服を着たりとかですね、まあ、そうするとやっぱり医者の、ね、態度になったりするわけですよね。これはですね、監修役と犯人役をやらせた時に、監修役に監視のですね、まあ、言った警察官の格好をして警察の仕事をさせると、で犯人役に犯人の格好をさせてですね、まあ、そうさせると両方ともそういうような態度になるというようなですね、まあ、こういった実験もあるわけですね。ですからそういったところで、まあ、肩書きであったりとか服装っていうのはすごく、まあ、脳に影響を与えてですね、自分はこういう人なんだっていう、まあ、そのセルフイメージが変わっていくわけですね。ですからぜひですね、自分に、まあ、都合のいい肩書きっていうのも勝手に決めてしまって、もうこうなっていくんだというのを決めていく、まあ、これもコロナの時代にですね、もうなんかすごい大変な人じゃなくて、もうコロナの時代にですね、打ち勝つ経営者みたいな、まあ、そういう肩書きですね。でそうするとコロナに生まれたヒーローみたいな、まあ、そんな感じにしておくと、もう自分はそういう肩書きで、ね、動くことができるわけですね。でモチベーションも全然違うし、エネルギーも違ってくるということがあります。で第4の習慣ですね、次に第4の習慣の話をしたいんですが、これはここからはですね、左脳を使うということで、先ほどまで右脳を使うメカニズムだったんですが、今回は左脳を使うメカニズムということで第4の習慣なんですが、これは非常識的な情報獲得術というものなんですね。でこの神田さんが言ってるですね、非常識的情報獲得術、これ何かっていうと、とにかくですね、成功した経営者っていうのはですね、もう大量に本を読んだりとかですね、まあ、情報収集がすごい上手だということですね。発想力であったりとか行動力につながるようなですね、情報収集ができるようになる方法っていうのは、これ神田さん3つの方法っていうのを話をしてるんですが、1つ目は本と出会うこと、2つ目は人と出会うことと、3つ目はテープと出会うと言ってますね。テープってなんだという話なんですけど、優れた経営者がやってきた数十年の経験をですね、本であったりとか人であったりとかテープからですね、もう 1,2 時間で学ぶことができるということですね。でそれによっていろんな経験もできるし、自分自身の時間もできるようになるし、生産性も上がるということなんですが、特に神田さんがお勧めするのはテープを聞くという習慣なんですね。でテープを聞くって何かっていうと、まあ、今だったら MP3 であったりとか、まあ、音から聞くってことですよね。オーディオブックとかっていうのもありますけど、結構これ海外だとですね、車で通勤してる人が多いんで、そのテープ聞くっていう習慣があるんですね。日本だとなかなかそういうビジネス系のテープってなかなか売ってなかったわけなんですけど、今だったら例えば YouTube をですね、まあ、見るんじゃなくて音だけ聞くこともできるわけですね。例えば僕のやつとかも音だけで聞いてもらうっていうのも十分にできるわけです。音だけ聞くっていうのがすごく実は効果があってですね、本だとどうしても1回読むと満足してしまうんですけど、テープであったりとか音だと何度も聞くことができるわけですよね。僕自身も今マレーシアで車で通勤してるわけなんですけど、その車の通勤中はずっと YouTube であったりとか何か音声のですね、そういったまあ講義であったりとか、なんかそういったセミナーの音声とかを聞いてるわけなんです。でこれってめちゃめちゃ実は効果が高くて、何度も何度も聞いてるとその人の考え方とか思考とかっていうのが、まあ、脳の中に自然と入ってくるわけなんですよね。で次にはこういう話するな、次こういう話するなみたいな感じでかなり覚えてきます。でそうすると自分でも考えるときにその人の思考考え方自体がですね、まあ、インストールされているような状態になりますんで、それを使うことができるということです。でこれ本だとなかなかできないですよね。音聞いてるとどこが重要かとかですね、その人のやっぱり感情であったりとかですね、それを聞くことができるわけですね。でそれをしかも何度も何度も聞きますんで、本だとやっぱり一冊読むのにね、何時間かかかっちゃうわけですね。でそれを音声で何度も何度も繰り返して聞いていく。例えば、まあ、YouTube で20分の動画をですね、まあ、3回聞いたらですね、まあ、1時間で3回聞けるわけですね。でまた 1.5 倍速とか2倍速にしたらもっと短い時間で何度も聞けるわけなんですけど、まあ、そういったところをやっていくとですね、すごいこれ実はめちゃめちゃ効果あります。今だと本当に YouTube でいっぱいありますんで、まあ、僕だったらですね、 YouTube のやつをですね、まあ、保存、 YouTube のアプリ有料版とかにすると保存ができますよね。でその保存したやつを何度も何度もですね、見るようにしてます。でこれめちゃめちゃ本当に効果ありますんで、ぜひですね、神田さんの時代、まあ、この本が出された時代はテープ聞きましょうって話だったんですけど、今だったら YouTube とか、まあ、そういった音声を何度も聞くということですね。であとまあ神田さんがお勧めするフォトリーディングっていうのがあるんですけど、まあ、これはやってもやらなくても、まあ、やってもいいと思うんです。僕もフォトリーディング学びました。フォトリーディングってこうやって本を読むと、もう一瞬で10分ぐらいで本が読めてしまうという方法なんですけど、まあ、これは興味ある人ですね、ぜひまあそういったまあセミナーであったりとか、まあやり方を学んでいただいて、やっていただいてもいいと思います。すごくまあこれはなんていうか直感的にというか、まあ潜在意識的に覚える、まあそういった本の読み方なので、まあそういったところで
早くですね情報の処理できるようなですね、それでスキルを身につけるっていうのもすごく生涯にわたってはですねすごく価値が高いので、ぜひやってみていただければなと思います。ということでですね、今回は神田正則さんのですね非常識な成功法則の本に記載されています8つの習慣のうちですね、まあ、3つ、2、3、4ですね、でこれをですねお話をさせていただきました。ぜひですねコロナのこのタイミングでもですねすごく本当に効果がある方法なんで、やってみていただければなと思います。ではですね、今回の動画いかがだったでしょうか、ね、一言でもいいのでコメントいただけるとすごく嬉しいので、コメントであったりとかですね書いていただければなと思います。コメントすべて読ませていただいています。であとはですね高評価ですねいただけるとすごく嬉しいです。僕がやってるですねコンサルティングコミュニティというものをやらせていただいているんですが、そのコンサルティングコミュニティ YCS ではですね、参加した人がインターネットを活用して売上が上がったりですね、ビジネスのオンライン化デジタル化ができるだけではなくてですね、さらにですねどこにいても仕事ができたりとか、時間や場所もですね経済的にもですね、そういったところで自由になるという人が続出しているといった、そういったコミュニティです。で詳しくはですね無料のウェブセミナー開催していますんで、ぜひですね経営者の方、企業の方、あとは個人事業主の方でも結構です。あのビジネスに興味がありますという方はですねウェブセミナーで詳しく話をしてますんで、じゃあどうやってビジネスをオンライン化していけばいいか、これからビジネスどうしていけばいいかということをですねウェブセミナーですね無料でやってますんで、ぜひ登録してみていただければなと思います。あとですね僕の本職でありますそのインターネットの集客であったりとかビジネスのオンライン化ですね、まあ、これによってですね100億円以上の売り上げを上げてきたんですが、まあ、このですねインターネットをビジネスで活用する方法、これに関してもですね無料でプレゼントさせていただいてます。でこれらのプレゼントもですね、まあ、概要欄から LINE 登録をしてですね受け取ることができますので、ぜひ下の概要欄から LINE 登録をして受け取っていただければなと思います。またですね最新の価値ある情報を発信していきますので、ぜひ見逃さないようにですねチャンネル登録しておいていただければなと思います。チャンネル登録していただくとですね、その隣にあるベルマークも押していただくと新着通知が届くようになってとても便利なんで、ぜひですねそのチャンネル登録とベルマーク押すこともやっていただければなと思います。あとツイッターもやっていますので、ぜひそちらのですねフォローもしていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。